海系 T-1、夕日系 T-1 k T-1、夕日は、大韓民国で開発された、基本練習機である。1988年、大韓民国空軍が運用中のジェット、中東練習機 T-37 トゥイートと、レシプロプロペラ初等練習機、T、T-41 メスカレロが、老朽化を迎え、代替機の調達が懸案となった。当初は、 PC-7 マーク2の導入を計画したが、主翼化パイロンをなくすなど一部能力を削減した機体の販売しか認められなかったため、韓国政府は韓国における航空産業自立の一環として後継機を国内開発することを決め、KTX-1 の名で開発が始まった。設計は国防科学研究所が行い、大宇工業が試作を行った。 試作機は1991年12月12日に初飛行を行ったが、離陸後10分で計測装置が故障。その後も試験飛行中に風防が脱落するなどの事故が相次いだが、1998年5月に初期量3機5機が完成。1999年から大宇工業や大韓航空などが共同で設立した。 韓国航空宇宙産業で量産が開始された。単発ターボプロップ機であり、低翼単葉、タンデム複座など、機体の外形は、現代のプロペラ練習機としては、標準的なものである。主翼は、低翼配置、直線翼であり、大型の風防を装備している。Z 練習機の T-37 の光景でも、あったため、フラットホイットにイカナダ射製の、 ターボプロップエンジンは950軸馬力と強力であり、マーチンベーカーマーク 16LF 射出座席やエアブレーキも装備している。同じエンジンを搭載する PC-9 と比べると、KT-1 の方が一回りほど大きい。主翼にはパイロンを装備することが可能で、爆弾やロケット弾など、各種武装を搭載することによって、コイン機としても運用が可能である。 2000年から韓国空軍への配備が始まり、訓練機が85機配備され、軽攻撃、戦場統制型のカマイナス1が20機配備された。他の同クラスの練習機と同様に、パイロット家庭の初学者にとっては、性能が高度すぎるため、空軍では、ロシア製の軽飛行機であるイルマイナス103、練習機を全段階の初等訓練に併用している。 なお、イル1 0 3の後継としては、KT-1 と同じく、改正の国産機である、KC-100 が当てられる予定である。練習機型、コイン機型問わず、輸出も積極的に働きかけられている。2001年には、インドネシア空軍に、KT-1B13 機が6000万ドルで、輸出された。その後増加し17機を受領しているが、 2020年12月7日までにそのうちの4機が墜落で失われている。2007年にはトルコ空軍の次期新型練習機事業で KT-1 が採用された。契約総額は約4億5000万ドルで36機の KT-1 とスペア部品が供給される。2012年にはペルー空軍が採用を決定した。 フラットホイットニーカナダ PT6 ターボプロップエンジンカラス山空軍基地のカ -1KT-1PKT-1T ハット ABCDE 世界航空機年間2007から2008竹縄当社2007年 P149ISBN978 から48億7357万2703グレック・ウォルドレン・ピクチャーズ コリアエアフォースアカデミー2オブテイン23会計 C-100S フライトグローブル https www.flightglobal.com ニュースアーティクルズピクチャーズコリアエアフォースアカデミー2オブテイン -23 会計 C-100S-399300 韓国空軍の新入門コース用練習機 KT-100 が初飛行 フライティム、http コロンスラッシュスラッシュ flyteam.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ55490トニー AU1B クラシャスニアホームベーススクランブルニュース https www スクランブル nl ミリタリーニューストニー AU1B クラシャスニアホームベースハット AB 世界に誇る韓国の最新兵器2007年5月27日付、朝鮮日報。ありがとうございます。